今日は親友のお家から配信しています。親友のワンちゃんも一緒に来てくれて、そうめっちゃいい子でおとなしいねんけど、あの吠えます、途中で多分絶対先に言っておくんですけど、こんばんはって言って、かわいいめっちゃいい子、めっちゃいい子なんだよね、あなた。今日は24歳ラストです。去年もそうやったけど、ショールームでみんなと一緒に25歳を迎えたいなと思って、メイクしてやろうと思ったけど、結局お風呂入って安定にすっぴんですね。え、とめちゃん、あ、待って、おいでおいで、あ、プンプンしない、怒んない、怒んないよ、怒んない、怒っちゃう。でももう一人紹介します、おいでこの子が私とお誕生日が一緒なんよ。こんばんは、私とお誕生日一緒なんだね、一緒な子なんです。この子いろんな呼び名があって、今日はてっちゃんって呼びたいと思います。ちなみにこの子たちと会ったのは2年ぶりくらい、あ、嫌なのね、2年ぶりくらいですに会ったけど、いい子です。どうしよう、テロップ24、あ、わかった、ちょ今からテロップを書きます。さよなら24歳、みんなみんな、あ隣でね見てくれてる。24、25歳配信、配信ケーキありがとう、みんなお祝いしに来てくれて、一緒にみんなのおかげで素敵な25歳のスタートを切れそうです。今日さっき X でみんなに24歳の思い出を聞いたら、もうめっちゃいろんなのがあって思い出した。ちょっともう生誕祭も近いから、そ全部を振り返るかちょっと悩ましいんですけど、ゆっくり、あと残り25分、カキカキしないで何やめて、おいで、穴掘ってるわ。24歳はもぐもぐちかちゃんスイーツから始まった気がする、ナッツライブの、そこから始まって始まり、あ、見てくれてる？あれ？音大、みんなの音大丈夫ですか？なんか見てくれてんねんけどさ、音がダブって聞こえてるって、あ、大丈夫っぽい、なんやろ、ちょっと電波が悪かったら教えてください。あ、よかった、大丈夫か、ちょっと待ってください、ちょっとねえ、おいでよ、さっきまで仲良くしてたじゃん私たち、あれいなくなった、あ、急に私が仕事モードになったからだったって、おいで、あ、たまちゃんいい子なのよね、ただ仲が悪いんですよこの2匹が。初めてじゃない、ワンちゃん動物と一緒に配信してるの、私大好きなの動物さん、
かわいい。かわいいね、ワンちゃんって本当に癒し。しかもめっちゃかわいい。何このお洋服、ほんと世界で一番かわいいお洋服着てるわね。たらいやじゃない。もう結構ね、5年で行ってるよね。私より年上だよね。もう眠いもんね。寝そうだもん。ほら、私より年上です。嬉しいね。数年ぶりに会ったけどいい子で嬉しいよ。じゃあみんなの好きなワンちゃんの犬種について。全然書けない。振り返りするよ、まだもうちょい時間あるから。なんだっけ、この子はショーパッド。なんだっけ、犬種。ショパード。あ、トイプードルとチワワのトイプードルとチワワのミックスでした。パグ、シバ犬、チワワ、ポメラニアン、ハスキー。ハスキーいいな。サモエド、なんかすごいやつな気がする。バニーズマウンテンドッグ、チワワ。チワワポメ人気だね。私ラブラドールとかも好きなんだ。でも確かにあれ、あの子も好きだわ、ハスキー。うん、千葉県、秋田県、まびしまー。ペロンペロンしてる、ペロン。寝たいね、眠い。じゃあ一緒に振り返りしてくれる ?24 歳私の。うん、OK。24歳は、ナッツライブ、もぐもぐちかちゃんスイーツから、初めてのレギュラー番組、レギュラーお仕事から始まって、まあ、チーム S の冬コンがあって、10周年ライブ、多分これが一番大きかった出来事な気がするな。サンリオピューロランドでの10周年ライブがあって、あとはあろ、あ、エゴサーチ舞台、おいで、と朗読劇だね。あともう結構多かったな、コメントで。あったり、なんだっけ、今ねちょっと大きい出来事でまとめてる。いろんなね、もう全部振り返ったらさ、もうめちゃくちゃあるもんね。嬉しいね、いっぱいあって。あ、観光大使、茨城市特別観光大使になれたり、就任させていただいたり、かな、大きい出来事だといっぱいあって、もうね、全てを振り返ったらさ、もうボートレースもそうだし、道の駅で福井県にお邪魔したこともそうだし、冬コンゼップツアーもそうだし、あ、髪の毛もボブにしたりとか、急にしたり、前髪を久しぶりに伸ばしたりとか。早いね、1年って。そう、いろんな経験をねさせてもらった1年で、こう10年目の1年やったけど、そこでも初めての経験が多くて、なんかワクワクが止まらない1年で、まあ、10年目っていう節目もあったけど、
去年に負けないくらい楽しい一年でした。なんか一年が早いし、すごい充実してるから早く感じるのもあんねんけど、いやそう、10年目でさ新しい経験ができるってのもすごいありがたい環境だなと思いつつ、いろんな出会いもあったし別れもあった1年で、でも10年目で初めましての人と出会ったことも嬉しかったし、おかえりなさいっていう人たちと出会えたことも嬉しかったし、ちょっと25歳の抱負はね、25歳になってから言いたいのでみんなが年を取るともっと早くなるよって時が過ぎるのね。まあそれって充実してるんじゃない、忙しくて。な気がするけどな。ね、寝るの？私の洋服と同じさ色してるからさ、どうかしちゃうじゃん。ペロペロしない。ペロペロン。でもみんなをいろんなところに連れて行きたいって言って、いろんなところに実際連れて行くことができて嬉しかったな。ちゃんとついてきてくれるみんながいて、もちろんね予定があって会いに来れないって人もさいっぱいいたと思うけど、その地域に住んでる地元の人とかも来てくれたり、すごい新しい出会いもいっぱいあって楽しかったし、25歳はより全国に、もうよく言えば世界にみんなに会いに行けるように、そしてそれにまたついてきてもらえれるようにみんなに頑張ろうって思った。お水飲んでくる？お水飲んでくる？行くで。帰ってくる？おいで。あ、帰ってきた。あ、そっちに寝ちゃうの？もうちょっとここおいでよ。おいで。おいで。今はいいらしい。待って、あんたもそこおいで。あなた私と同じ誕生日なんだよ、ちなみにほぼ一緒の年齢くらい。今日はね親友のお家から届けておりまして、この子はてっちゃんです。私と同じお誕生日なんです。なんでさっきまで元気だったのにカメラ回ると遊んでくれへんの？かわいいよね。かわいい金髪。飼い主さん見ているね。いるね。スクショタイムしよう、じゃあ一緒に。せーの。ワンちゃんの匂いする。普段ワンちゃん飼わんから、飼わんというか飼ったことないから人生で。あ、歯磨きしたから。歯磨きしたから、あ、歯磨きしたから、いい子だね本当に。歯磨きした？歯磨きまだでしょ。肉球見せて、肉球、肉球見たい。いや、かわいいね、いい子だね、今日も、今日もいい子だね。
いい子、ワンちゃん。ワンちゃんとさ、触れ合うことが全然ないから嬉しい、普段。すごいおとなしい子なんだよ。もうすぐで一緒だよ。一緒だね、誕生日。盛大にお祝いしようね、一緒に。あら、トミちゃん寝てんの。でもこの2匹は仲が悪いんですよ、ちなみに。あ、来てくれた？見て、仲良くしてくれる？ああ、あかんない、あかんない、怒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 んない。ごめんね、ごめんね、ごめんね。ごめんね、ごめんね。嫌だったね。嫌だったね。でもね、プープーしちゃダメです。わかりましたか？あなたも好き。あの子も好き。私も好き。プープーしない。わかった？会話？みんなにごめんなさいして。ごめんなさい。ごめんなさい。可愛いから。サメちゃんも一番。プープーしない。見せない。こんな風になっちゃうんですよ。この子が嫉妬深いんだって。ごめんね。杯交わして兄弟になろうよ。ワンピース。それワンピース。もうちょっとで誕生日だよ、だって。じゃあ振り返ろう、一緒に。また戻る。振り出しに。あ、隙間カード書いた。あ、喧嘩しない？あ、喧嘩しないじゃん。えらい。こんな感じで24歳まったり過ごしています。今日からなんか急に寒くなってさ、みんな無事？寒さ、おいで。よいしょ。寒かったね。一瞬さっきね、お散歩してきてんけど、一緒に寒すぎて耳がキンキンね。寒かったよね、今日。あったかくして寝ようね、一緒に。ガムシてっちゃん、もう今日からすごい寒くなるみたいなので、本格的に冬のコートを出していいと思う。あ、今日から、今日さっきね発表あったけど、 SKE カフェのドリンクメニューが発表されたんですけど、見ましたか？みんな、今年もホットドリンクです。私はクラムチャウダーです。イエーイ、バンチャイ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 。やだね、ごめん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 、歯磨きしてから、歯磨きしてから。クラムチャウダーであったかいドリンクにして、ただね、期間が11月22日で、そっからなので期間的にちょっと難しいかもっていうコメントがあって、ごめんね。なかなかその時期はタイミングなので。でもただあったかいドリンクに、時期的にね寒いから、去年ホットココアだったので、今年はちょっとスープ系にしました。ぜひホックホクになってください。クラムチャウダー飲んで、あーなってくださいって言って。あ、怒ってる、怒ってるよ、どうする、怒ってるよ、怒られてるよ、やばいね、秘密にしなきゃこれ、しー、怪我、しー、しー、嫉妬されてるよ、しーだね、これ、しーだね、内緒だね、しー。松本さんが怒ってるかも。
どうする、私たち年重ねちゃうよ。楽しみだね、一緒に。なんだっけ、何の話した、あ、ドリンクの話だ。クラムチャウダーでホットドリンクで温まると思うので、ぜひ飲みに行ってください。クラムチャウダーがさ、クラウムチャウダーだと思ってて、初めて書いた時に、あ、クラムチャウダーなんやってなって。もう具沢山にしてもらってるので、可愛い一番星のお菓子もつけてくれてたり、なんか混ぜる棒のやつ、あれなんていうんだっけ、名前、サクサク生地のクッキーみたいなやつやねんけど、あれはスプーン代わりに混ぜて最後に食べれるっていうエコな仕様になってるので、ぜひぜひちゃんと混ぜて全体を飲んでください。あ、そう、マドラーっていうのはスプーン代わりになってるので、ぜひ飲んでください。あ、グリッシーニだ、知ってる、グリッシーニって。私知らんかった。うん、私歯磨きしたの、してないでしょ、歯磨き、あんたする？あ、ナバナの里の CM してる。今年は富士山だね。うわー、めっちゃ綺麗。みんなのおすすめのイルミネーションはどこですか？私はナバナしか知らない。ナバナとルミナリエ、今はなき。あと6分だよ、私たち年重ねちゃうよ。でもほぼ同い年ぐらいやねん、確か。ワンちゃん年齢とね、人間年齢がちょっと違うから難しいけど。うわー、境のイルミネーションしか、わかる、大好きだよ。東京の欅坂のイルミネーション見たい。福岡のイルミネーションいいね。表参道だって。おー、へー、確かに一番近くだと栄だね。大阪も分からんな、私。イルミネーション雨は夜、あ、ハウステンボス行ってみたいところ。雨は動けすぎに雪へと変わるだろう。あ、アラームつけて見に来てくれてる、ありがとう。あ、ミロースジのイルミネーション一回見に行ったことあるぞ、弟が連れてってくれた。あ、トマちゃん来る、プンプンするからやだ、トマちゃん仲良くして。わ、仙台もいいんだね。あ、ちなみにちょっとそれ撮ってほしい。てれー、私の親友ちゃんがこれを今出してくれたけど、携帯ケースの裏に入れてくれてます。てれー、誰かです。いいね、携帯ケースのこれ漏れてる。髪色がね、ちょっと金髪してた時に黒入れて抜けてきてた色で、新鮮じゃない。こんな風になったんや、ハートのね、なんか肩のやつを持ってんけど、これがこうなったんだ。そっからね、髪の毛伸びた。そんな変わらん？いや、結構変わるよね、これ。おいで、てーちゃん。てーん、あ、優しい。めっちゃいい子だね、本当に。一切、これどうしたの？怪我したの？あなた。血？ミヤニ。ミヤニ血出るって言ったね。恥ずかしいよ。恥ずかしい。それは。
ダメダメ、恥ずかしめ受けた。いいよ、目についてても可愛いからいいよ。目についててもいいよ。私もよくするから、それリップついてること多いから一緒だね。ちゃんとそれを教えてくれる人って大事だからね。ね、知らずに言ってる。あと3分やばい、どうする、どうする、待って、私誕生日なの、どうする、どうするの、ボッサボサ。いよいよ24歳でしょ、ラストでしょ。なんかみんなにさ、アラサーやんみたいなちょっといじりで言われんねんけど、そんなの気にしんよな。みんな年取るもんな、今が一番若いしな、楽しみだしね。しかもピッピッピッピなってる。うわ、あと2分、あと2分です。ピッピ違った、あ、ダメ、行かないで、あと2分一緒に過ごそうよ、一人しないでよ、私のこと寂しいから。どうぞ、死者誤入するともう30とかみんな言いますけど、年齢を重ねることを楽しんで、25歳もみんなといっぱい楽しい思い出を作ろうね。あ、ハッピーバースデーってありがとうね、かわいい。今クマさんフェスやってるから、クマさんがいっぱい来てかわいいね。一緒の誕生日だからね、かわいい。一緒に偉いね、今日全然吠えてへんよ。一緒にスクショタイムする、じゃあカメラ目線できる、あと1分だって。私たち誕生日、私たち誕生日、誕生日、誕生日、イエーイ、誕生日だよみんな、24歳、バイバーイ、パン24歳バイパン、なんで25歳な、暴れないで、あなた誕生日って知ってるの、もしかして。バイ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 、みんな24歳の松本ちか子ちゃん応援ありがとう。あー、ハッピーバースデーだったって、お誕生日だ、あー、ハッピーバースデー。あ、背景がハッピーバースデーになった、すごいねえ。聞いてない、聞いてない、ちょっと待って、聞いてないよ、それ何ね、ね、まさかのさ、見て、みんなありがとう、うわ子供いる、これだ、嬉しい、ありがとうございます。25歳になりました、背景が変わりました、見て、浮かれポンチねえ、え、待って待って、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、見てねえ、聞いてない、ケーキはいらないって言ったやん、でしょそれケーキなんてやばいからねって言ってたのに、え、嬉しい、しかもチョコとショートケーキある、え、嬉しい、ありがとう、ケーキ、嬉しい、みんな お誕生日おめでとう、いっぱいありがとうございます。なんか一回ちょっと封しますね、歌って、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアチカちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、ニコニコな一年にします。てっちゃんおめでとうする、封するよ、てっちゃん、てっちゃん一緒に封する、あ、てっちゃんこたつながっちゃった、スクショタイム、せーの、ありがとう、いっぱいおめでとう、ありがとうございます、待ってね、
ちょっと待って、ちょっと待って、いろいろ渋滞してます私の中で。主役、待って、あんた世界一可愛いわよねえ。一緒だね、合同誕生会だね今日。てっちゃん、てっちゃん、てっちゃん、はい、チーズしよう。チーズ、チーズ、絶対嫌だろうねこれ。見て、めっちゃ可愛くない？おめでとうだね、てっちゃんも一緒に、ね、え、ありがとうございます。みんないっぱいコメントで、はい、かわいい、ありがとう、おめでとうのみんなのコメントを見ています。待ってね、あ、待って、ハッピーバースデー、かわいいタワーが当たってる、くまちゃんの、ありがとう、あおちゃん。あ、てっちゃん、てっちゃん、もう、もうなくなってるよ、頭。え、待って、これ何ですか？僕ですね。ちょっと。そうなんだけど。いらないって言ったじゃん、ケーキもさ。フリでしょ。11月、一回ちょっと見るわ。気をつけて。え、怖っ、何？ありがとう、おめでとう。期待してたくせにって。確かにサプライズ好きなの分かってる。だってもう10年の中ですからね、 SK 名古屋来てからの中なので、そりゃもう全部、え、怖いんだけど、てかヘビ、ヘビ、ヘビ爆発え作ったのこれ。え、結構嬉しいかも。嘘、めっちゃ嬉しい。てか本当にもうふざけてる。チョコくれてさ、あの私のオーディションの時の写真、この時も一緒にいた。これ撮ってくれた写真、これも撮ってくれた。めっちゃ可愛い。何これ、やばいね。一緒の顔してるかな。ね、このセンスすごい。てかこんなのあるんだ。めっちゃ嬉しい。ティカちゃん25歳おめでとう。ね、ティカちゃん呼びもやばい。この人しか呼ばないからね。ティカちゃんって。嬉しい。スクショタイムしよう。これちょっとショールームの。チーズ。ありがとう。え、嬉しい、ケーキ。でもチカがどっちのケーキ食べたいか知ってる味。あ、正解。よくわかったね。じゃあみんなに問題です。てるん、私が食べたい方のケーキはどっちでしょうか。ショートケーキかチョコ、どっちも食べたいよもちろん。あの全然ペロッと2つとも食べれちゃうんですけど、チョコ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 、プレートあるからショートケーキ、いちご右、チョコ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 が圧倒的ですね。正解はチョコでした。あ、ほな、嬉しい、食べる、一緒に食べよう。半分こしようよ、半分こずつにしようよ。やったー、嬉しい。てかこのチョコやばい、マジでめっちゃ嬉しい。そう、本当はねケーキとかやらないからねって、なんか一緒に過ごしてくれるだけで嬉しいからねって言っててんけど、てっちゃんどこ行ったの？あなたも一緒に誕生日よ。ありがとう。え、これ物撮りした？してない。物撮りして？そうでしょ。25歳初めてのわがまま、物撮りして。だって嬉しいもんこれ、ね、ケーキいらないよっていうのってさ、まあ、ある意味不利なとこあるけど、ありがとうございます。すいません、物取りとか言っちゃうあたりは職業病です。もうホールケーキも嬉しいけど、もうこの年齢になったらさ、ちっちゃいケーキをいろんな味食べたいっていう年齢になった。嬉しい、本当に嬉しい。すごくたくさんお祝いもありがとうございます。お祝いの言葉も
ありがとう。でもこの瞬間をみんなにお祝いしてもらって一緒に過ごせてるのが何より嬉しいので、25歳の抱負とかはもう生誕祭が日付変わって明日なので、ちょっとまあ明日まで置いとこうかなと思いつつ、なんか年齢を重ねていくごとにもっともっと綺麗になっていきたいし、いろんなことに挑戦し続ける1年にしたいし、なんか何歳になっても好奇心を忘れないそんな女性になりたいなって思うし、みんなにこれからも応援したいって思ってもらえるアイドルとしてこれからもいっぱい笑顔にしていくので、25歳も応援よろしくお願いします。ありがとう、誕生日。これが見えへん、かわいい。あ、待って待って、チコ持ってきたのよ、25歳の。さ、使いたいなと思ってるのがあって、ちょっと待っててね。優しい写真、お祝いしてもらった時にさ、もう絶対使うとこないだろうなと思って、25歳のもの持参これはあの友達にはまたお祝いしてもらった時にもらったやつで、あっ、フーってしてて取った2回目のフーします。え、これ52になってないかな、25って信じるからね。いきます、せーの、ありがとうございます。両親に感謝、みんなに感謝。はい、52になってた。はい、やっちまい。こうだね。つら。みんな何歳になってもお祝いしてね。52になっても好きでいてね、私のこと。これからもいっぱい楽しいことしようね。いろんなとこ連れてくので。25歳初のやらかし。不気味だぽー今嬉しいな。しかもさ、ちょっと待ってねえさ、登場知ってる、いや一番初めに見た時に思った、ね、一瞬さ、そこのさ、これ映してほしい、ここ、あ、こっちからじゃない、あのわざわざさっきと服違うなと思って映る生誕T来てくれてる。ちょっと待って、今年のやつあげるね今年のやつもあげるわ。22歳のやつ来てくれてて、さすがすぎん、これ持ってケーキ持ってきてくれました。ねえ本当に大好き、ありがとうございます。実食、え、嬉しい、歯磨きしたよね、私たち。そういえばちなみにちゃんと歯磨きしてさ、寝る準備万端だったんだよ。待って、よくあるやつしようよ。みんなスクショタイムですよ。これプレート近く全部食べるよ、うん、あげないよ、うん、半分も、うん、え、欲しいこういうのだるいだるい。ちか、ちなみに人のやつ欲しいからさ人のやつも欲しい、人のやつも欲しいやつか、だるいじゃん、ついてんの、ついてんの、ビターチョコレートだうん、また52でも取ったわ。みんなそれ反転させて、ついてるわ。一緒にさ、一緒にケーキ投入しよう。乳糖だ、豆乳じゃないわ、乳糖。え、待って、なんかなんかしたあれ、私あれ1個残ってたよね。うん、全部食べた、やったな。あ、誰、どっち、てっちゃん。はい、てっちゃんてっちゃん集合。いや、でも今日誕生日だから許してあげる。てっちゃん集合だよ。でも
ケーキ乳糖だった。せーのしよう。うわ、どういうこと？こっちがいいわ。意外とさ、ケーキってさ、お尻の方が美味しいって知ってた？こっち？うん。広い方？うん。じゃあ先食べるわ。うん。いちご？食べる？うん、いちごだ、好き。え、そ、こう？え、どう？だって今お尻の方が美味しいって知ってたってさ、こうわけじゃない？こうかと思った。コミュニケーション。日本語って難しい。こぼした。いただきます。チョコクレープです。激うまついてるわ。めちゃくちゃ美味しい。これ誕生日だから食べてるからね。よかった、アイス食べてない。アップンなアイス買ってたよね、うん、私。なんか食後のデザートにアイスとか買っちゃったりして、ただ食べんのみたいなこと言われてて、でもさすがに寒すぎてやめたけど、え、本当に食べてたと思う。下手したら。いちご食べてもいい？うん、わかった、ありがとう。今配信。そのさ、T シャツはさ、うん、着ることある普段？部屋に？うん。え、でもこれが一番気に入ってる。え、うれしい。赤色もあげよう。多分おそらくみんなの部屋着で着てくれてると思ってるけど。なんだよ。え、歴代全部あげてんじゃん、てか。そうだよ。忘れてる？あげて。うん、21、22、21、あれ？ 21、22、23。あれ？去年？あれ？違う違う。20歳だこれ。これ？21、22。あれ？これ何歳？あれ？うん、うん。みんなに聞こう。これはみんな何歳でしたか？私の予想21。これエミリーパリへ行くに憧れて作った T シャツです。これ結構お気に入り。22がそれな気がする。ピスタチオカラーで。あれ、ピスタチオカラーって23なの？あ、そうだ、21、22、23、24が水色、25が赤だ。新品これ。これ新品。白ってやっぱ着づらいね、うん、やっぱ色物にして。かわいいよね。え、それかわいい。そうだそうだ、忘れてた。今年は、うん、赤色いっぱい着てください。え、優しい、待って、コーヒー入れてくれたの。うん、美味しい。美味しい。どうしよう、私こんな時間にカフェインとか取っちゃったら寝れなくなっちゃうんだけど。メイカムラキ。そんな繊細？うん。優しいように大好き。美味しいね。食レポするわ。いただきます。ショートケーキ。なんてことでしょう。スポンジにフォークが。すぐ入って切りやすい。もうふわふわです。見てください。いちごもねしっかり入ってて、もう色が素晴らしいです。いただきます。生クリームの浅さと甘さといちごの酸味が絶妙にマッチしてて、ショートケーキって
誰も勝てない気がする。まあまあ、でも結果やっぱ一番うまいのはチョコだよね。うん、あれが入ってる、あのチョコチップみたいなやつ。うん、おいしい。半分こしてます、親友と。うん、そう、顔で食レポだからね。あ、おはよう、起きた、おいで、お祝いしてくれんの。なんでそこ止まりなんだろう。おいで、ケーキ食べたいんでしょ。分かった、ケーキで釣る作戦にしよう。ん、ケーキ食べないよ、ケーキあげないよ、もちろん。甘いの好きだから。あ、好きなんだ。えらい、おつぼりしてる。あげないよ、おつぼりしてても。食べる、かわいい。うん、そうなんですよ、あの昨日のぎふちゃんテレビで放送されてた〇〇する流れ星滝上の番組が放送されてんけど、 YouTube でも配信が始まってて、 TKG を食べて、あの食レポについてその時もいろいろ勉強してできひんかってんけど美味しかったです。したんですよ。じゃあそっちに倒れそうだな、倒していい、ほんまに、うん、みんなありがとう、朝早いのに見に来てくれて、配信を。あ、倒れちゃった。うん、思ってた以上に甘くない。ミルフィーユって食べやすいね、クレープの。うん、こうやってたくさんの人にお祝いしてもらえる、なんか環境に感謝だし、皆さん25歳もよろしくお願いします。これってさ、年なんていうの、このひまたぎ配信はさ何時までできるの。みんな最大、嬉しい、愛してますって。私も愛してます、みんなのこと。ありがとう、ハッピーバースデーって、なんかクラッカーとか、うん、ギフト、かわいいクマちゃんの。あ、無限にできるらしいね、これ。やんないけどね、みんなの明日もあるのでやんないけどね。土日だったらね、ちょっとやろうかなと思ったけど。ありがとうね、みんなの貴重な睡眠を見に来てくれて。え、待ってんの、ケーキ。かわいい。ダメだよ、お腹壊しちゃうでしょ。うん、なんか私みんなの好きなところは、私の誕生日なのに一緒にケーキ用意して食べてくれるところ、みんなが X であげてくれてるの見てるのでありがとうね、ケーキ準備して食べてくれて、いつも。嬉しい、この瞬間を過ごしてくれて。てっちゃんおいで。
くはトマト。あ、喧嘩しないで。おいで。喧嘩しないで。危ない。待て。オッケー。トマちゃんばっか来てくれる。見ない。はい、喧嘩しない。おいで。お誕生日ありがとう、お祝い。じゃあそろそろ終わりますか。皆さん、まあいろいろ抱負とかは改めて明日の生誕祭で、もう言うて明日か20日の生誕祭でお話しさせていただくので、上手に話せるか不安なんですけど、とにかく25歳の1年はみんなとニッコニコな1年にしたいと思うので、いっぱい笑おうね。いっぱい楽しいことしたいし、一緒に熱くなってこれからも叶えたい夢を応援してくれるファンの皆さんと一緒に楽しく頑張っていきたいなと思うので、25歳の私も応援よろしくお願いします。あ、優しい優しい。ともちゃん、じゃあともちゃん最後に一緒にランキング見えてる人の一緒に名前呼ぼう。ちょっと久しぶりにするわ。どうやるんだっけ今日のランキング。これかな、何位までだっけ、壇上にいる人って。13位までかな。13位までのファンの人、みんなね、呼びたい気持ちも込めて、13位てれん、マイケル山岡、合ってるかな読み方。ミッシェル、ちょっと間違ってたら教えてください。ごめんなさい。ありがとう。12位、てれん、トラジロー、トラちゃん、ありがとう、おめでとう。11位、トップウサギ、ありがとう。10位、ゆうちゃん、ありがとう。9位、近く大好きういろうくん、ありがとう。8位、あき、ありがとう。7位、まさとしアットマーク祝大使就任チーム一等星、ありがとう。6位、待ってね、ちかこ大好きよっちゃん、ありがとう。5位、みおさん、ありがとう。4位、あきら、ありがとう。3位、ゆきちか、ありがとう。2位、りんごパンチ、ありがとう。1位、あおちゃん、ありがとう。ありがとうございます。みんな呼びたい気持ちはやまやまなんですけど、見に来てくれて、こんな遅くにお祝いしてくれて本当にありがとうございます。これからもいっぱい楽しいことしようね。ありがとうございました。みんなの顔見よ顔っていうかアイコンだけど、いっぱいね、あ、嬉しい、知ってる名前いっぱいで嬉しい、嬉しいね。ともちゃん、あ、ありがとうって、親友様もこちらこそですってあなた主役もしかして、カチューシャつけてるね、意識高いわ本当に。親友さん、また来年お会いしましょう。またここまた多分同じ背景かもしれないですけどデジャブ多分あと変わらない形、あの姿でやってるかと思うんですけど、見に来てくれたみんなありがとうございます。改めてもう日付変わって今日なんですけど、朝早いと思うけど、みんなもお仕事頑張ろうね。ありがとう、遅くまで、おやすみなさい、バイバイ。以上、トマちゃん恥ずかしいことしちゃってた私。おやすみ、ありがとうございました、バイバイおやすみ、うん、